皆さん大変お疲れ様でした。改めましてこれより表彰式を行ってまいります。で順位につきましては第5位から発表させていただきます。はい、表彰につきましては第3位からの表彰となります。はい、呼ばれました出展者の方は一歩前にお進みください。はい、プレゼンターは小池貴弘大会会長に手渡していただきます。小池会長、ステージ中央へお進みください。皆さんどうもお疲れ様でした。それでは呼ばれた方は壇上の方にお願いします。はい、それでは発表の前に小池大会会長より一言いただきたいとお願いし、いただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。はい、お願いします。皆さんこんにちは。第6回うどんサミット楽しんでいただきましたか。本当に皆さんの心がけが良くてですね、昨日今日本当にいい天気になりました。5万人を超える皆さんが来場していただきました。本当にありがとうございます。北海道から沖縄までまた台湾からも、来ていただきました。もう日本地図が描けるんじゃないかなとこう思うぐらい の勢いでありました。本当に出展の皆さんも本当に頑張っていただいて大会を盛り上げていただきましたし、何よりも今日はボランティアの皆さん、中学校高校500人ぐらいの皆さんがボランティア手伝っていただきました。みんなありがとう。待たせてはあれですので早速表彰の方に入りたいと思います。本当に風も強くなってきましたけど、嵐を呼ぶ結果が出るかどうか、皆さんお楽しみください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。小池大会会長でした。それでは発表に移りたいと思います。はい、では第5位から発表させていただきます。第5位は水沢うどんです。おめでとうございます。呼ばれました第5位の水沢うどんの代表の方は壇上へお願いいたします。はい、おめでとうございます。はい、小池会長の方からですね、はい、はい、蒲氷みかんが、はい、プレゼントされます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。ね、受賞された方はじゃあこのままステージに、はい、そうですね、ステージに壇上で残っていてください。はい、残ってください。それでは続いてまいりましょう。はい、続きまして第4位の発表です。第4位は大阪肉かすうどんです。おめでとうございます。おめでとうございます。代表の方は壇上へお願いいたします。はい、小池会長よりガマゴリミカンがプレゼントされます。おめでとうございます。さあ続いていきましょう。はい、それではこれよりトップ3が発表されます。トップ3でございます。はい、まずは第3位の発表です。第3位は塩ホルモンうどんです。おめでとうございま す。さあ呼ばれましたコラーゲンたっぷり塩ホルモンうどんの代表の方は壇上へお願いいたします。はい、そしてもう一人いらっしゃいましたら壇上にお願いしますが、お一人ですかね。少女、はい、全国ご当地うどんサミットイン生通り第3位コラーゲンたっぷり塩ホルモンうどん様、ご当地うどんは第6回全国ご当地うどんサミットにおいて多くのお客様から支持されました。とってここに称します。平成28年11月6日第6回ご当地うどんサミット開催委員会会長の小池会長、おめでとうございます。おめでとうございます。そして副賞卵折りみかんが、はい、手渡されます。はい、それではですね、はい、ここで3位に、入
入りました。コラーゲンたっぷり塩ホルモンうどんを代表いたしまして一言、はい、代表の方からあちらのマイクでお願いします。よろしくお願いいたします。どうも今日はありがとうございました。本当にたくさんの方に食べていただきまして本当にありがとうございます。毎回参加させてもらうことなんですが、我々の元としては完売だけは絶対させないようにということだけでやってました。この結果だと思います。どうもありがとうございました。本当におめでとうございました。いま一度大きな拍手をお願いいたします。さあそれでは、はい、続いて第2位の発表です。第2位は宮崎牛こだわり肉うどんです。おめでとうございます。さあ代表の方は団長へお願いいたします。おめでとうございます。小池会長から表彰状と副賞としてガマ氷みかんが手渡されます。賞状全国ご当地うどんサミットインガマ氷準優勝宮崎牛こだわり肉うどん様以下とになります。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、副賞生氷みかんが手渡されました。おめでとうございます。それでは、はい、せっかくなので、ね、ぜひコメントをいただければと思います。じゃあそちらのマイクでちょっと高めですけどね、ありがとうございます。皆さん本日はどうもありがとうございました。初めて参加させていただいてこんな素敵な賞をいただき本当にありがとうございます。こちらがガマ氷うどんサミットのスタッフの皆様や今日おうどん食べていただいたお客様に本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今日、昨日今日と本当に素敵な一日を過ごさせていただいて、またこれからに向かって頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。おめでとうございます。2位は宮崎牛こだわり肉うどんの皆さんでした。今一度大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございます。さあ辻さん、いよ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 、はい、2016年度のグランプリが発表になっちゃうわけですね。はい、今下で待ってる団体さんきっとドキドキですね。そうですね、準備はいいでしょうか。自分のとこだと思う人結構みんなあれです ね、手挙げてくれました。ありがとうございま す。さあそれではいよいよグランプリの発表です。はい、第6回全国ご当地うどんサミット2016 in ガマ氷栄えあるグランプリは賞としてガマ氷みかんが手渡されます。はい、2連覇です。大変なことです。すごいことですよ。おめでとうございます。おめでとうございます。賞状全国ご当地うどんサミットインガマ氷グランプリ北海道純節うどん様金ご当地うどんは第6回全国ご当地うどんサミットにおいて最も多くのお客様から支持されるご当地うどんのグランプリを獲得されました。ここに称します。平成28年11月3日第6回ご当地うどんサミット開催委員会大会会長小池隆翔、どうもおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。そして優勝カップおめでとうございます。さらには副賞としてガマ氷みかんが手渡されます。おめ
そうなんです、優勝した方には2ケースプレゼントですね。おめでとうございます。いやもうすごく今信じられないという表情ですけども、せっかくならじゃあちょっとこのね喜びの言葉もいただきながら、そうですね、いろいろお話伺ってお話を伺えればと思います。いきたいと思うんですけれども、代表の方じゃあマイクに、じゃあちょっと優勝の喜びをまずは一言お願いします。お願いします。とても驚いております。こんな素晴らしい賞を昨年もいただいて今年もいただいて、とても嬉しく思いますし、感謝しかありません。2日間、大きな事故もトラブルもなくこの晴天の中うどんを売らせていただいて、多くのお客様も喜んでいただいている姿をたくさん拝見したので、とても達成感のある、大会となりました。最後にこうグランプリもいただいて、もうね感動しかないですけども、とても驚いています。どうもありがとうございます。はい、もうありがとうございます。とても驚いてますという割にはすごく素晴らしいご挨拶でしたけども、ね、こう2連覇ね、普通ではこうなかなかありえないというか難しい記録だと思いますけども、今回の優勝の要因はズバリ何だと思いますか？そうですね、まあ、前回もホタテの天ぷらを出したんですけども、はい、今回は前回は貝柱の天ぷらだったんですけど、はい、丸ごと1個乗せたホタテの天ぷらをトッピングしたので、はい、まあ、その食感とか食べ応えとかは去年よりは良かったのかなと思って、はい、そこが要因だったかなと思います、はい、まあ、昨年召し上がった方もより楽しめたし、今年初めての方もより満足だったと。そうですね、ちょっと変化をつけたというところですかね、はい、まあ、こう2冠を達成したということはこれからの、ね、展望というか野望がきっと終わりだと思いますけども、なんかこう個人的にこういう風になったらいいなみたいな思いなんかありますでしょうか？いや、まあ、純節うどんが始まってから今年で、まあ、7年目に入るんですけども、はい、お店がですね、でそのお店が、まず無事に10周年を迎えられるように、はい、努力してこれから商売を、はい、まあ、精進してやっていきたいと思ってますので、はいはい、これからも変わらぬご愛好という感じですね。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、グランプリを受賞しました北海道純節うどんの皆様に今一度盛大な拍手をお願いいたします。おめでとうございます。はい、2連覇すごいですね、はい、2連覇でございますね、はい、とりあえずお店は10周年を迎えられるようにと。そうですね、はい、まあ、でも当たり前のことは当たり前にやるっていうのが一番難しいですもんね。まあ、それでまたコツコツと、ね、はい、真面目な純節うどんがまた召し上がれることかと思いますので、ぜひ皆さんも楽しみにしていただければと思います、はい、本当におめでとうございました。はい。